はい、今日は室戸ユネスコ世界ジオパークに来ております。ここは四国で唯一のユネスコ世界ジオパークです。地質や大地の成り立ち、それからそれに伴う人々の生活などを展示しています。またここではですね、これも世界で類を見ない海底地震津波観測システムの基地局がありまして、それについても展示がされています。実は今日はその開発の責任者である防災科学技術研究所の高橋成美先生に来ていただいてますので、海底観測システムの説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、ドゥーネットの説明、させていただきます。この写真は室戸ユネスコ世界ジオパークセンターの写真になりますが、その中にですね、ドゥーネットと呼ばれる海底観測網の基地局を置かせていただいてます。でこれからこの、話をさせていただきますが、これはドゥーネットを組み立てる時の映像ですね。海中ロボットを使って回転地震計を設置していく時の映像です。でこの筐体の中に、2種類の地震計が組み込まれていて、強い揺れも小さい揺れも人が感じないような揺れでも捉えられるようになっています。でこれをですね、ここにこれがノードといわれる海底に置かれるコンセントなんですけれども、これを地震計とつなげて、陸上に上げてくるという形になります。でここ、室戸のですね、ジオパークセンターは海底から最初にデータが陸揚げされる、まさにその場所という形になります。で、今この、緊急地震速報の映像が出ました。緊急地震速報というのはまず一定以上の揺れがなきゃいけないんですね。それからまず P 波を捉えて、それからまずより強いシグナルが来る前にこのように警報を出すというシステムですが、このドゥーネットのデータもですね、この気象庁にリアルタイムで伝送されていて、この緊急地震速報の一翼を担っているものです。でこの、これまで、陸上にこういう地震計がありました。で気象庁ここにありますね。で、P 波、これ P 波と S 波になりますが、一番最初の地震計が P 波を検知すると、このどんどんつながっていく前に地震が来たぞということを気象庁に知らせて、気象庁は緊急地震速報というのを出すという形になります。でこれは陸上の絵ですけれども、今恐れている南海トラフの地震というのは海の底で起こりますので、やはりこういうドゥーネットのシステムを使っていくとですね、陸上だけのシステムよりも早く地震とか津波を捉えることができます。でこの時間の猶予を使ってですね、皆さん安全に逃げていただくということが必要になるわけです。で今ここに光っているのがですね、これ陸上の観測点、我々防災科学技術研究所ではハイネットと言われる観測網になります。で、日本の周りにはですね、こういう海溝型地震と言われる非常に大きな地震を発生するリスクがある場所はたくさんあります。まさに、2011年の3月の東日本大震災、それもいい例ですけども、それに備えてこういうところに、海にもですね、地震とか津波を観測できる施設を備えているということです。でドゥーネットはまさにこの紀伊半島の、南東沖、それから四国と紀伊半島の間のところ、ここが、東南海地震と南海地震の破壊が始まる最初の場所という形になります。でそこにこういうふうに海底基幹ケーブルっていうのを、海底に敷設しまして、そこから枝をこう生やすように、地震計とか津波計、これを設置しているということになります。でまさにこの室戸ジオパーク陸上局、今私たちはここにいるわけですね。でこれは海底に設置したセンサーの映像ですね。これが先ほどお話したような地震計でしたね。今消えちゃいました。これが水圧計、津波を測るセンサーがこの中に組み込まれています。でそういうようなデータ観測点がですね、これ全部で、ドゥーネット2全部ですと全部で29観測点あります。そうするとこうやって海底で地震が起こった時に、陸上に来る前に地震とか津波っていうのをいち早く伝えるということが可能になるわけです。で最初の陸揚げ地点がまさにここですね。ここが室戸ジオパーク陸上局の中に
中の映像です。でこれからこの後で、ご説明しますけども、この中に、いろいろな装置が入っていると、まあ、ここに書いてあるのがサーバーとか、まあ、そういうものが入っているんですね。でそれらの、まあ、いろんな、中継システム、データを中継システムするシステムがあって、それを使って、気象庁だとかいろんな研究機関、あるいは大学とかですね、そういうところに、リアルタイムで伝送しているという、そういうことになっています。続きまして、 Nnet というシステムについて、ご説明します。 Nnet というのは、南海トラフ地震津波観測網という、ものでして、今 Dnet が展開されている海域の西側、高知県の沖合から九州の沖合まで、そこに地震計あるいは津波計を設置して、南海トラフ、これでドゥーネットと合わせると南海トラフの非常に広い範囲を、捉えることができることになります。でこれをもってですね、この巨大地震に備えるというところを今まさに、作りつつあるところで、その N ネットのデータもここの室戸ユネスコ世界ジオパークセンターにまず最初にデータが上がってくるという形になります。ここがですね、DoNet のデータがまさに最初に陸揚げされた地点になります。室戸ユネスコ世界ジオパークセンターの中にある基地局になりますね。でこの辺にあるのは全部電源関係の装置です。で DoNet の場合は、6000キロボルトという非常に高圧の電気を使って運用しています。ドゥーネットの場合は電流が一定になるように運用しています。つまり1アンペアの電流が常に海底に全てのセンサーに流れるように電圧をここで調整しながら、電気を送るというシステムになっています。はい、それでは、データの処理のところについて、機器についてお見せしたいと思いますので、次に移りたいと思います。それではここに、4つラックがありますが、ラックの中について少しずつお話していきたいと思います。ここに、ノード制御装置っていうふうに書いてありますね。このノード制御装置というのは、海底に、先ほど画像で覚えていらっしゃいますかね、海底にコンセントのようなものを置くと言いました。そこのノードに、対して制御をかける、そのための、装置がここに並んでいます。でこの黄色い線一つ一つがすべて光ファイバーの線になっていて、海底にダイレクトにこの装置から、指示を出すという形になります。で、海底から、上がってきたデータはこのノード制御装置を通じて、ここに OEO/Econ という装置が並んでいますね。でこれが海底から上がってきた光の信号をデジタルデータに変換するための装置です。でここで、海底から来たデータをデジタルデータに変換するということを行いますね。でデジタルデータを変換した後、さらにこっちのシステムになっていきますが、はい、ここにデータ処理装置っていうのがあります。これで気象庁とか研究機関、大学にデータを送るための、データですね、海底から上がってきた観測データをさらに違うフォーマットに、書き直してあげる、その、処理装置っていうのはここからここまで入ってますね。でここからここの部分、送信システムから配信装置システムというのがありますが、これらはですね、すべてここで処理したデータを気象庁とか大学機関、もちろん防災科学技術研究所にも、送るための、装置という形になります。でこれを全部、24時間365日運用して、先ほどの緊急地震速報が津波警報、津波注意報を支えるデータということになっているということになります。はい、以上です。